Welcome to Think Tech Hawaii. こんにちは、ハワイ。A Japanese language broadcast streaming live from downtown Honolulu and available on YouTube. I'm your host, Yukari Kunisue. And joining me today is Mr. Shun Horiguchi, or we call him Pencil Shun, who uses a traditional Japanese popular performing method called kamishibai for picture storytelling.He also creates his own unique art form called Inspirational Portrait or Inspiration Nigaoe. 皆さん、こんにちは。ホノルルのダウンタウンから ThinkTech Hawaii が日本語でお届けしています。こんにちは、ハワイ。ホストの国瀬ゆかりです。今日の放送は、日本やハワイで手作り紙芝居を実演し、学校、町内会、老人ホーム、夏祭りなど、あえて人と触れ合う場で手作りアートを提供、またインスピレーション似顔絵と名付けた自分なりの似顔絵などを続けるペンシルシュンさんこと堀内シュンさんにお話を伺います。シュンさん、お忙しいところありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、始まっちゃいましたね。元気、はい、ドキ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 ワクワクで今日はやってまいりました。はい、ありがとうございます。はい、でペンシルシュンという、そうなんです、はい、お名前なんですけど、はい、どっから来たんですか、この名前は。あ、芸名ですか。はい、これはもともと芸名なんですね。そうです、はい、芸名という、はい、そうですね、はい、最初これが、はい、カラフルな名前にしたいっていうのがありまして、はいはい、それでレインボーシュンだったんですよ、もともとは。レインボーシュン、はい、はい、虹ということで やらせてもらってたんですけども、はい、占い師さんに相談その後行ったところ、はい、虹は消えるもんやから良くないというふうに言われて、はい、やっぱりパフォーマーとして消えちゃダメじゃないですか、はいはい、だからずっと消えない名前がいいんじゃないかなっていうことで、はい、虹以外でカラフルで消えないものって何かなって思った時に、はい、色鉛筆が出てきて、はい、それでペンシルシュンになった感じです。なるほど、はい、じゃあカラーペンシルシュンだったんですね。そうですね、ちょっと長いから長いからペンシルシュンで、はい、いろいろありましたけど、ただレインボーシュンだと、はい、ハワイの場合はいいですよね。ハワイはレインボーの場所ですからね。ハワイに着いてからそれをいろんな方に言われました。はい、ましたレインボーでよかったんじゃないの、はい、っていうふうに、はいはい、言われちゃいましたけどもね。はい、それでですね、はい、今日はスタジオにお招きしたのは、はい、とてもユニークなことをやってらっしゃる。まずですね、皆さん、このシュンさんはですね、もともと漫才師でいらっしゃったという方で、はい、そうです、漫才から出発して、なぜ今、この紙芝居と、うん、似顔絵描きをしていらっしゃるかと、その辺のつながりをちょっとお話しいただいてよろしいですか。はい、もともとその漫才師を目指して吉本興業に入ったんですけれども、吉本興業に入ったすごい人がいます。いやいやいや、NSC っていう学校がありまして、はい、今の言い方語弊ありましたね、はい、NSC という学校に入ったんですけれども、はいはいはい、それは普通に入学申し込みをしたら入れるわけなんですけども、はい、もともと僕がお笑い芸人にで漫才師として一本でやりたかったとかではなくて、はい、漫才お笑いをやりながらマルチに活躍する、はい、マルチタレントにもともとなりたいっていうのがマルチタレントになりたかった。そうです、そうです、はい、だから普通にもう劇場で漫才をずっとお笑いを一本でされてる方ももちろんかっこいいなって思うんですけど、はい、僕の性格はちょっと欲張りで、はい、好奇心だけがちょっと旺盛な性格やったんで、はい、お笑いとしてまる根っこがありながらも、はい、いろんな枝葉としてお芝居をやったりとか、はい、それこそ絵を描いたりとかいろいろマルチにやってる人がいいなと思ってて、はいはい、それで、その、はい、紙芝居を始めたと。そうなんです。それで解散、もともとなのでお笑いとして売れた後に、はい、マルチにいろいろできたらいいなって思ってたんですけども、もともとその漫才自体をちょっと解散する形になってしまって、はいはい、それで一人になってしまったんですよね。はい、はい、そうなんです。でそれからどうしようかなってなってた時に、はい、うん、紙芝居っていうのが最強やなって思いついたんですね。はい、なんで最強やなって思ったんですか。なぜかというと紙芝居は自分で絵を描いて、はい、お話も作って自分で演じるじゃないですか。はい、なるほど。だからもともとこれも欲張りな性格なんですけど、はい、漫才やってた時も自分で全部ネタ書いてたんですよ。はい、100% 僕が書いたネタを相方と一緒に、はい、ネタ合わせをしてやってて、はい、でそれでやっぱり笑いが起きて拍手をもらうと、はい、やっぱり嬉しい気持ちじゃないですか。はいはいはい、だからやっぱり自分の思いついたこと、自分の脳みそで考えたことを、はい、で楽しませていきたいなっていうのがずっとあったから。なるほど。はい、でそれ で絵を描くのが好きだから、やそうです、絵は描くのはもう昔から好きだった。紙芝居、そうです、はい、で紙芝居いろんなところでやってらっしゃるんですね。学校行ったりとか。
そうですね、もう呼ばれるがままいろいろ行かせて、呼ばれるがままにどこでも行きますと呼ばれ、あのお声さえかかれば、はい、でついでにその似顔絵も描いてしまうという。そうです、似顔絵も、はいはい、似顔絵もそのインスピレーショナル似顔絵って名前がついてるんですが、はい、これもどういうあれなんですか。インスピレーションが湧くと描くんですか。はい、そうなんです、インスピレーションでその人をキャラクターに変えるっていうのをやってて、キャラクターに変えてくれる、はい、なるほど。土壌とかで、うん、ゆかりさんご覧になったことありますかね。 あなたを見て、はい、インスピレーションで言葉を書きますっていう路上詩人の方とかが、そういう人がいるんですね。いるんです、いるんです。その人の目を見て、はい、それでインスピレーションで、はい、ゆかりはこう、こんな子だよみたいな、ゆかりはこうだ、そうです、ちょっと私の目を見なさい、そうです、そういうことですね。そういう路上詩人のパフォーマンスの方たちがいてて、はい、でそれの似顔絵バージョンでやったらいいなって思って、はい、それは自分で考えた、思いつきました。なるほど、やっぱりマルチですね、その辺はね。まあそうですね、その、はい、今というか人がやってないことやりたいなみたいなのがあったので、はい、はい、ちょっとじゃあ今やってらっしゃるところの写真を見せていただきます。はい、If you can show pictures, please. どんなやろ。はい。あ、はい。これはどこで何をやってんですか。紙芝居って書いてあるんですけど。これ地元の僕宝塚、兵庫県の宝塚出身なんですけども、宝塚で、はい、宝塚の近くの神社で夏祭りがあって、これもつい最近なんですけど、はいはい、やらせていただきました。あ、なんかとってもこう昔風の伝統的な紙芝居の、あのお山のなんかこう閉まるんですね、ように。そうです、そうです、パカってなるタイプのやつなんですけど。いいですね。で、お子さんが下でちょっと見てる人が見えますけど。あ、そうですね。ちっちゃい子たちのを集めて。そうです、そうです。はい、あのか、まあ、ブースみたいな感じなんですけど、紙芝居で呼び込みもしつつ、はいはい、で似顔絵もよかったらやってるよって案内して、はい、似顔絵に誘導とかもさせていただいて、なんか楽しそうですね。お子さんたちが喜びそう。 Next one、 はい、これは、あ、これもあのあれですね、宅地、あの宅地保育所みたいなところですね、はいはいはい、保育所、はいはい、まあでもこのはこ、お子さんがちっちゃいですね、赤ちゃん、ちっちゃいですね、お母さんもいるのかな、はい、赤ちゃんからだいたい5歳ぐらいまでで、はい、そうです、お母さん同士のまあ、交流も含めたような集まりなんですけれども、はい、そこで、そこでもやっている、はいはい、保育所ですね、はい、そうです。 Next one、 あ、同じですね、これはちょっと大きいかな、年が、子どもたちの、そうです、これ奈良県ですね、うん、奈良県まで行ってしまった、奈良県まで行かせていただいて、はい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 、やらせていただきました。でこう今日と同じ帽子をかぶってらっしゃいますが、これは似た感じ、はい、あ、そうですね、この今日の帽子ラスベガスで買ったんですよ、はいはいはい、すいません、同じじゃないです結構前、はい、はい、Next one, please. で、これが何なんですか。これが、最近始めた絵本なんですけども、絵本を書いていらっしゃる、はい、今全部で、あ、可愛らしいですね、はい、18作品ぐらいですかね、はい、これは全部自分で考えたストーリーなんですか。そうです、はい、なんかいろんなこう、これ大体対象は何歳ぐらいのお子さんを考えてら、書いてらっしゃるんですか。作品によってだと思うんですけど、うん、小学校1年生ぐらいのやつもありますし、はい、結構大人向けなやつもあると思います、はいはい、なるほど、はい、分かりました。 Next one、 あ、これはつんくさんこれはこの、あ、これはあの、はい、つんくさんが誕生日だったんですよ、50歳の誕生日を迎えられて、はい、言っちゃっていいんですか、そのお年とか。あ、そうです、あ、ちょっとカットできますかできません、すいませんはいはい、そうです、この方の似顔絵を、そうです、ホームパーティ ー、 あの、皆さんで結構あの、はいはい、ホームパーティーをハワイでこれした時に、つんくさんのファミリーも来られていて、はい、それでお誕生日だったのでサプライズで書かせていただきました。あ、いいですね、はい、Next one、 あ、お友達ですね、これもハワイですか。これもハワイで来てる、ちょっと友達の、友達ご夫婦なんですけども、はい、書かせていただきました、ね、これもインスピレーショナル、あ、これは、はい、あの新婚さんなんですよ。あ、なので、いいですね、あの、まあ、ウェルカムボードかわからないんですけど、そういった感じで、はいはい、おめでとう、まあ、玄関とか家の玄関とかにもいいので飾ってねっていうので、はい、ハッピーウェディングって書いてある、ハッピーウェディング、なんか可愛らしいですね、はい、なんか表情がね、捕まえありますよね。そうですね、笑ってる顔を描こうっていうので、はい、はい、でラスト、あ、これはなぜかなんでケイズーなんですか。ケイズーっていうのは皆さんあのハワイの方でないと知らないと思うんですけど、そうですね、ハワイの日本語番組のそうですラジオ局ですね。日本とハワイをつなごうっていうのをコンセプトに、はいはいはい、でここで何やってらっしゃるんですか。ここでラジオパーソナリティさせていただいて、ラジオパーソナリティをやってしまうという、はい、こんなんが できるんかって話ですけど、こんなんでもやってます。じゃあ毎週決まった番組があるんですか。毎週土曜日の、はい、ハワイ時間の土曜日の、はい、あの2時から4時まで、はい、ペンシル旬の2時から虹色バラエティっていう、はい、番組タイトルに虹を入れさせていただいたんですけども、あ、なるほど、はい、はい、
これは日本で聞けます？これはあのケーズラジオのホームページ行っていただいたら、はい、あの地球上どこでも聞けると思います。地球上どこでも聞けてしまう、はい、はい、ありがとうございました。たまたまラッキーなんですけど、はい、日本時間の朝9時なんですよね、はい、あの土曜日の2時っていう。じゃ朝起きたらもう聞いちゃおうみたいな。そうですね、日本の方は朝起きたら聞いていただけたら嬉しいですけども、はいはい、なるほど、はい、であのちょっとお話をね、はい、あの戻したいんですけれど、はい、その紙芝居にどんなストーリーの、はい、まあ、ご自分でお書きになる漫才の時と同じように、はい、ネタを どんなお話を書いてらっしゃるんですか？どんなお話っていうと、その昔話とかじゃないですよね。そうですね、自分で考えたやつなんですけど、うん、何がテーマなんですか？そうですね、結構自分の作品を改めて振り返ってて思ったこと、はい、気づいたことって言ったらいいんですかね、はいはい、あの結構弱いキャラクター、弱さを持ってるキャラクターが多いなって思ったんですよ、はい、弱いキャラクター、はい、はい、あの日本の言うなれば結構強いキャラクターが出てくる漫画ってかっこいいやつですね、あるじゃないですか、勝っちゃうやつ、何でもそうです、あのドラゴンボールとか、はい、わかります、はい、ドラゴンボールとか、はい、今で言うとワンピースとか、はい、結構強いキャラクターが登場する漫画があって、はい、そういった漫画を見て僕も大好きで、はい、ドラゴンボールとかワンピースを見て大好きで育ったんですけど、はい、僕自身が書ける内容っていうのが、はい、結構どっちかというとキャラクターが弱くて、弱いキャラクター、そうです、なんかあの弱くてもいいじゃないかっていう、弱くてもそれでもいるだけでいいじゃんっていう、あのいる、あなたがただ生きてるだけで強かろうが弱かろうが、はい、あのそれで喜んでくれてる人っていうのは絶対周りにおるから、うん、別に無理してその背伸びして強くなる、強いものとかかっこいいものとか、うん、コンプレックスがある人っていうのは、うん、あのね、そっち側に羨ましさとか憧れを抱くし、うん、それ自体は間違ってないかもしれないんですけど、はい、でもありのままのあなたでも全然、うん、愛されてるじゃないっていうことを。ペンシルシュンさんは弱いキャラクターなんですか？はい、僕は見ての通り、あの決してたくましくはあの視聴者さんに映ってないと思うんですけど、もうこういうキャラですね。はいはい、で自分でこう弱い感じの人たちにこう、はい、同調するというか、こう感じが近く感じるっていう感じでお話を作ってるということですか？いや、あの意識して作ったわけではないかもしれないんですけど、はいはい、気づけばそうなってましたね。気づけば。それはじゃあやっぱり自分を投影して、うん、まあそういう弱くても、うん、まあいいじゃないの、それでこう喜んでくれる人もいるじゃないのっていう、うん、そういう感じのストーリーになってるということでしょうか？そうですね、うん、はい。それはなんか例えばちっちゃい時にこう、うん、弱い子なんていうんですか、うん、いじめられたとかそういうのがあったんですか？まあそうですね、俗に言うとまあいじられキャラ、まあ、今でもそうなんですけど、はい、今でもそうですが、はい、もうあの学生時代だろうが大人になってからだろうが、その、ね、はい、コンテンツのパーソナルは変わってないですね。いじられキャラで、はい、それがちょっと場合によっては、まあ、ちょっと過激でいじめられっ子的な時もあったと思うんですよ、はい、うん、でそれでやっぱりなかったとこと経験とかもあるんですけども、うん、それが多分今の作品に、うん、多かれ少なかれ生きてる部分っていうか、つながってる部分もあるかもしれないですよね。じゃあいじめられキャラでも、はい、うん、僕なりに頑張ってるっていう感じが出てるんでしょうか？そうですね、うん、だからその例えば今現在いじめられっ子だったりとか、うん、その弱さとかで結構、うん、なんだろう、悩んでる人とか、まあ、病気とか分かんないですけど、うん、多かれ少なかれそういう弱さとかコンプレックス持ってる方たちに勇気とか夢とかを与える一つのツールになればなっていうふうには思ってますけれども、はい、じゃあそれがその漫才とかからこう自分でつながってきた、はい、こうなんていうんですか、うん、意図がつながってるんでしょうかね、自分のやりたいことの。そうですね、うん、漫才の時は別にそういうなんだろう元気を与えようと思ってそこまで考えてやってなかったかもしれないんですけど、はい、正直もう、はい、結構もう10年ぐらい前の話なんで、はい、でも今になると、はい、結構やっぱり自分、そうですね、自分ができることっていうか自分のパーソナルとその人にできるものが見えてきたかなみたいなのはちょっとありますけど、はいはい、じゃあその続きのお話はこれまた、うん、あのお休みをいただいた後でちょっとお話を、はい、続けさせていただきたいと思います、はい、こんにちは、ここでちょっと休憩をいただきます。 We'll be right back. Take a short break here. Aloha, I'm Melly James, host of Let's Mana Up. Tuesdays, every other Tuesday from 11 to 11:30.This show is meant to dive into stories of local product entrepreneurs and how they're growing their companies from right here in Hawaii. I'm so thrilled to have our show kicked off, and so please join us on Tuesdays at 11 o'clock as we talk to local entrepreneurs and hear their stories. Aloha! My name is Wendy Lowe, and I want you to join me as we take our health back. On my show, all we do is talk about things in everyday life, in Hawaii or abroad. I have guests on board that will just
talk about different aspects of health in every way, whether it's medical health, nutritional health, diabetic health, you name it, we'll talk about it. Even financial health, we'll even have some of the Miss Hawaii's on board and all the different topics that I feel will make your health and your lifestyle a lot better. So come join me. I welcome you to Take Your Health Back. Mahalo. We're back from break. I'm Yukari Kunisue, and this is Konnichiwa Hawaii. Talking with Pencil Shun, a unique, handmade artistic performer, I should call multi-talented performer. ライブでお届けしております。こんにちは、ハワイ。今日は、マルチタレントのパフォーマーでいらっしゃる、ペンシルシュンさん、こと堀内シュンさんにお話を伺っています。それでは続きで、実際にですね、ここで、やってらっしゃる紙芝居というのをあの見せていただきたいと思って、今日はこう見せていただくために、はい、はい、持ってきていただきました、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これはですね、これはありがとうございます、はい、あ、ちょうど2人分持ってきておいてよかったですね。はい、はい、OK です。今始めさせていただいていいですか。はい、じゃあ冒頭だけちょっとやらせていただこうと思います。しゅんくんの紙芝居始まります。拍手ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、はい、この紙芝居ちょっと拍手のシーンがあるので、そのシーンもまたゆかりさん拍手お願いしようと思うんですけども、はい、見えますか。大丈夫ですか。デラン&ボルト、ここは海のすぐ近くにある水族館、波打ち際水族館です。この水族館で一番の人気者はこの2人、マゼランペンギンのゼランとフンボルトペンギンのボルト。この水族館で一番の人気のショーはイルカショーでもなければラッコショーでもなくペンギンショーなんですね。それはもちろんこの2人のおかげです。あ、今ちょうどペンギンショーの真っ最中のようですね。調教師のお兄さんが今日も張り切ってアナウンスをしております。さあ始まりました、ゼラン&ボルトのペンギンショー。まずは皆さん、水の中、プールの中をご覧ください。マゼランペンギンのゼランが優雅に泳ぎます。スイ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 、優雅に泳いで赤いボールを追いかけます。スイ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 、まあゼランの泳ぎってかっこいいね。そうだね、僕もゼランみたいにかっこよく泳ぎたいな。かっこいいね。スイ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 。さあ続きまして、水の上、プールの上にご注目ください。フンボルトペンギンのボルトがよちよち走りで走り走って黄色いボールを追いかけます。よち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 。あー、ボルトのよちよち走りかわいいね。そうだね、ボルトはいつ見てもかわいいよね。よち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 。そしてスイスイよちよちスイスイよちよち、ダブルシュートエンドゴール決まりました。ゼランとボルトの赤いボール、黄色いボールが見事サッカーゴールと入りました。皆さん、ゼランとボルトの2人に大きな拍手をお送りください。ここでイエーイさてこの後ね、いろいろドラマがあるんですけれども、はい、またお会いした時に続きをお見せしようと思います。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、可愛らしいですね。ご自分で全て絵を描かれて、お話も全て作られると。でこの木のこうカンカンっていうのはすごい懐かしいんですけど、これそうですよ ね。これはもちろん日本で買われたんですよね。日本じゃないと売ってないですよね。売ってないですよね。はい、はい、ありがとうございました。はい、こんな感じでやられているということで、ありがとうございます。はい、で私がね、すごいちょっと面白いなって思ったのはね、はい、ペンシルシュンさんの、はいはいはい、今みんな Facebook とか、はい、Instagram とか、うん、とにかくみんなバーチャルでインターネットで、うん、人に会わないっていう人が多いじゃないですか。ね、コネクト確かにしてますよね、うん、世界中と、うん、だけど一度も会わないで済んでしまう。でも今シュンさんがやってることっていうのは、とにかくそこにいるお子さん、そこにいる老人ホームの方に本当にこうなんていうんですか、もう唾が飛ぶぐらいの距離で、ね、はい、パフォーマンス実演をしてらっしゃるわけでしょう。はい、それっていうのは何かこう意識を持ってやってらっしゃるんですか。それをオンラインにするとかじゃなくてですね。そうですね、まず一つのあんま よろしくない理由としては、はい、いろんな理由があると思うんですけども、まあ、はい、単純に僕が疎いっていうのもあるので、疎い、パソコン系コンピューター関係が疎いので、はい、それはまたこれからの課題として、はい、インスタグラム YouTube とかっていうのもこれから活用していきたいっていうのもあるんですよ。正直それは疎かったのもあって、うん、でもう一つはやっぱり本当に生の拍手、生のレスポンスっていうのが、これですね、これ。そうです、これ。これがやっぱ大事やし、はい、生の笑い声、生のレスポンス。はい。なんか、例えば、お芝居の話すると、はい、役者さんって例えば、
あの映画とか、はいはい、映像の方に出てる役者さんもいれば、うん、舞台役者さん舞台だけにこだわる方もいらっしゃるじゃないですか、はいいますねはい、それってやっぱり好き好きで、うん、どっちがいいどっちが悪いはもちろんないと思うんですけど、はい、やっぱり舞台役者さんが言われるのは、うん、もうカーテンコールが本当に気持ちよくて楽しくてだからカーテンコールがあるから、うん、あの舞台を僕はずっと続けるんだっていうそういった役者さんの話とかも聞いたことあるんですけどそれはでもすごいあの気持ち上がるとか言ったらおこがましいですけど、はい、確かにそうやんなって思う部分もあってじゃあペンシルシュンにとっては、はい、やっぱりその人が実際に声を出し、はい、手を叩き、はい、あーって笑ってくれるそういうところがやっぱり醍醐味なんですかそうです生の反応っていうのは、うん、もうこれはずっと続けていきたいですよね、うんはいまあ、後でその例えば紙芝居のところをね、うん、YouTube に撮ったりするのもいいと思うんですけれどそうですね、はいうん、でもお子さんたちってやっぱりすごく食い入るようにそうです見てくれますよね しかもめっちゃ正直やから、はい、ありのままのレスポンスが返ってきますので遠慮とか建前とかがないじゃないですか、はいはい、面白くないとかいうのも言っちゃうんです場合によってはさっきの話じゃないですけど、はい、もうこの人の妻とんなとか言われてますとかあごめんなって言ってあすいませんこの子のお母さんいますかすいませんっていうふうに言ったりはしますねなるほど、はいはい、でもその唾が飛ぶような距離で人と触れ合いたいと、はい、そういう気持ちがあるんでしょうかやっぱりそれはありますね、うんはい、本当にダイレクトに喜んで笑ってくれて、うん、場合によってはポロッとしてくれて、はい、本当に何でしょう紙芝居もそうですし似顔絵とかも当たり前ですけど、はい、直接本人に渡すじゃないですか、はいはい、でそれでデイサービスとか行って、はい、高齢者の方に書かせていただいた時に、はい、本当にもうすごく嬉しいんですけど涙浮かべて喜んでくれたりとかすると実はですね皆さん、はい、このスタジオに入る前にしゅんさんが私の顔を見て似顔絵を描いてくれたんですあ私まだ見てないんですそうですね、はい、いいです今見ますかって言ったら本番にと言われましたね、はいはいはい、見せていただきたいと思うんですけれどいかがでしょうかちょっとドキドキするんですけど、はい、初めて映像に載せますのであそうなんですね、はいゆかりさんにさっきも言った通りインスピレーションでキャラクターに変えさせていただきますのでインスピレーションで変えてくださいました、はい、よかったら、はい、僕がゆかりさん変身って言ったらゆかりさんミラクルチェンジってやってもらっていいですかちょっとこれおまじないなんですけど、はい、ミラクルチェンジ、はい、これ言えばいいんですか、はいはい、インスピレーションでキャラクターに変えるおまじないです、はいいますよはい、ゆかりさん変身ミラクルチェン ジありがとうございますゆかりさんは、はいビターチョコバーのジャズシンガーのビオーナですねこんな感じにビターチョコバーこんな感じ見えますかありがとうございますあなんか可愛くなってるんですけど、はい、そうなんですだから服装とか、はい、そういうのも全然変わりますねはい、はい、ありのままで書く場合もあるんですけどミラクルチェンジしてます私は、はい、ちょっと言葉を送りますねはい、落ち着いて温かいあなたゆかりの美しさとオーラ支えてくれる心たくさんあるいつもその心にありがとうというふうに伝えていただきました。なんかすごいいい感じに伝えていただきました。ありがとうございます。これはビタチョコバーっていうのが、言ったらそのビタチョコがいっぱい置いてるスナックなんですよ。そこで、はいはい、言ったらその、なんでしょうかね、ダンディーな気持ちになれるバーなんですけど、はい、そこで、はい、ジャズを歌うシンガーなんですよ、はい、だからこのビオーナに会いに来てる大人たちがいっぱいいるっていうそういうわかりましたありがとうございます、はいはい、ありがとうございますで最後にですね、はい、これからの抱負、はい、ハワイで今活動をしている、はい、これからはどういうふうにこの活動を続けていきたいと思ってるんですかどちら日本に帰るんですかそうですねこれから、うん、ハワイにはまだしばらくいるんですけども、うん、今さっき言った通りケーズラジオのパーソナリティもやらせていただいてて、はい、そこで、まあ、ラジオのパーソナリティを続けたりとか、うん、あと絵本もいっぱい作っていきまして、うん、いっぱい作品を作って、はい、でその後、まあ絵本の出版を今ゆくゆく予定してるんです絵本の出版を計画してらっしゃる、はいはい、そうですで日本とハワイでいろいろ手売りとかして広げていきまして、はい、ゆくゆくはちょっと先の、はいビジョンなんですけども、ね、ニューヨークの方にも行きたいなって思ってますニューヨークに行っちゃって、はいはいはい、ペンシルシュンがニューヨークで頑張る、はいはい、それを計画してるそうですね絵とかっていうのは、うん、場所を国境とか超えれると思うから、うん、自分の絵とかパフォーマンスで、はい、たくさんの人に楽しんでもらいたい、はい、じゃあ今ちょっとここ で、ね、持ってきていただいた絵があるんですけどじゃあこういうの今日本語になっていますけれど、はい、これを英語でそうですね英語でバージョンでやろうかなと思ってます夢の一つですか、はいはい、こういうお話がどんどんアメリカやまた英語をお話になるお子さんたちにもつながっていくといいですね、はい、そうですね、はい、なんか楽しそうですね、はいはい、日本のアニメ の最先端を引くというか、うんはい、紙芝居もぜひ続けてくださいありがとうございます、はいはい、それではお時間が来たようです
しゅんさん、今日は本当に楽しいお話をありがとうございました。ありがとうございました。はい。Okay, we are out of time. Pencil Shun, thank you so much for coming. Stay tuned for more shows in Japanese. Thank you all for watching Think Tech Hawaii. I'm Yukari Kunisue. こんにちは、ハワイ。See you next time.